ある日、北海道の小さな町に、二人のビジネスマン、田中さんと佐藤さんがやってきました。彼らの目的は、再生可能エネルギーへの投資で、風力発電所を建設する、共同事業体を設立することでした。彼らは、町の外れに立地する素晴らしい場所を見つけ、そこに、風力発電所を建設することを決めました。しかし、その場所は、誰もが忌避する、町の有名な、怪奇現象スポットでした。なんと、そこは突然風が吹かなくなるという、まるで風の精霊がいるかのような不思議な現象が起こるのです。彼らは、その噂を無視し、プロジェクトを進めることにしました。風車が完成したその日、町の人は、彼らをからかいました。風が吹かない場所に風車なんて、ふざけてるのか。と、しかし彼らは笑って反論しました。科学的なデータに基づいてここが最適な場所だと結論付けました。風が吹かないなんて都市伝説に振り回されてはいけませんよと。そして風力発電所の開業日がやってきました。緊張する二人を前に町の人はドキドキしながらその瞬間を待ちました。しかし風車は全く動きませんでした。町の人は大笑いし、やっぱりだとからかいました。田中さんと佐藤さんは悔しそうに見つめていました。しかしその時奇跡が起こりました。突然風が吹き始め、風車は一気に回転し始めました。町の人は驚き、二人のビジネスマンは満面の笑みを浮かべました。そしてパーティーが始まりました。お祝いムードでいっぱいの中、田中さんはマイクを手に取り全員に向けて言いました。見てください、風が吹いて風車が回っている。私たちの投資は成功しました。これからも続けていきましょうと。しかしその瞬間、再び風が止まり、風車は動かなくなりました。一瞬会場が静かまり返りました。そして皆が顔を見合わせ大笑いし始めました。田中さんと佐藤さんは呆然としていました。そして佐藤さんが、もしかして風の精霊さん、私たちのスピーチが気に入らなかったのかなと言い出しました。皆がさらに大笑いしました。そして田中さんが言いました。次回からは風の精霊さんにもスピーチの内容を事前にチェックしてもらおう。その言葉で場の笑いはさらに大きくなりました。そして風の精霊と言われる現象は風力発電所のアトラクションとなり、町の新たな観光名所となりました。そしてその町は風の精霊の町として全国にその名を轟かせることとなりました。そして田中さんと佐藤さんはその風力発電所で得たエネルギーを使い、町の人を笑顔にすることに成功しました。それは彼らの投資が町に与えた最大のリターンでした。結局風力発電所は風の吹くタイミングが読めない風の精霊に支配されていた。それでも笑い声が絶えないその町は、皆が幸せそうに暮らす素敵な場所になりました。